皆さんこんにちは。西本京子のうつほ物語講座161回目です。今日は吹き上げの下巻の最後の部分、化相人たちの求婚家群の ② を読んでいきたいと思います。なお今回のサムネイルには、御簾の内側から見た、井田重犬の写真を使ってみました。はい、こちらが、別の角度から、見た、井田重犬ということになります。御簾の横あたりから見ると、右側のような、感じに見えるということです。でこちらは正面あたりから見た感じですね。こちらの右端の方にいる女性は、本物の女房で、そして、真ん中にあるのは、井田重犬で、実は女房はいないというようなことになります。はい、それから、資料はいつものように説明欄からダウンロードできますのでどうぞご利用ください。なお今回1日配信が遅れてしまいましたけれども、実は先週配信した翌日の火曜日からちょっと体調を崩しまして、で喉に来る風邪の感じで、今もちょっと喉の調子が良くない感じです。なのでもう体調の方はかなりいいんですけれども、もしお聞き苦しいところがありましたら、どうぞお許しいただけましたらと思います。はい、でこの講座で使用している本文は小学館新編日本古典文学全集のうつほ物語に依拠しております。はい、ではいつものようにまずは本文の読みから入りたいと思います。前回化相人たちの求婚家群の前半部分を読みました。でそれは9月の巣ごもり、9月の終わりに東宮から宛宮への、お歌があったことをはじめとして、珠洲市の部分まで読んだわけですね。珠洲市の頃には、もう、10月に、なっていて、初雪が、降った日に、珠洲市から、このような歌がありましたという、そういった部分まで、読みました。そして今日の部分もまた、10月、神無月の頃ということになります。侍従の君、しぐれ痛く降る日、神無月、雲隠れつつしぐるれば、まず我が身のみ思うゆるかな。現少々、祭りの使いに立つとて、袖ひちて、久しくなれば冬中に、降り入れてゆく遠か会うやと。兵衛の助、物に参るとて、都君と物語などす。帰る暁に、お前の池より水鳥の立つを見て、我一人帰れる池のおしどりの、なれも連れなく泣きて立つかな。東へ64日がうちに対策せんと夜昼急ぐ。年頃雪を夜の光に勤むれど、今はこの大将殿の御いたわりに食物山のごとし、油は海のごとたたえなどしてありふるにも、なおこのことを嘆く。雪降る日、心だに赤くなりにし雪降れど、恋には惑うものにぞありける。はい、では語句を確認しながら意味を、取っていきたいと思います。侍従の君、しぐれ痛く降る日。ということで、この侍従の君というのは、正頼の七男の、中住ということになります。大宮が産んだ男の子で、宛宮とお母さんを同じくするお兄さんです。ですので、絶対に結婚も恋愛も許されない間柄ですので、宛宮に恋する男の人たちの中でも最も悲しい恋をしている人ということになります。でこの人がしぐれ
この時雨というのはちょうど今頃から、まあ初冬にかけて、晩秋から初冬にかけて、時々さっと降って、通り過ぎていく、そういった、まあ、冷たい雨のことですね。この、冷たい時雨がひどく降った日に当て宮様に、歌をお送りになりました。でどのような歌だったかといいますと、神無月、雲隠れつつしぐるればまず我が身のみ思うゆるかなと、こういった歌だったといいますが、まあ、この意味は、神無月雲隠れつつということで、まあ、10月に、雲に隠れながら、パラ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 っと、まあ、しぐれが降るわけですね。これを見るにつけても、まず、自分のことが思われる、我が身のことが思われる、なぜかというと、しぐれと同じように自分も、隠れて人知れず涙を流して泣いているからだという、そういった歌になりますね。ですので、まあ、通して、訳しますと、10月には雲に隠れながらしぐれが降るので同じように隠れて人知れず涙を流している私はまず自分の自身のみとしぐれとが引き比べて思われることですというようなこういった意味になりますね。で次は源証章。この源証章は源の中よりです。で中よりは貧乏貴族の有原の忠康という人の娘さんを妻にしていますね。ですのでもう奥さんがいる人ということで当て宮の求婚者の中ではやはりちょっと難しい、当て宮との結婚は叶いづらい立場の人ということになります。でこの人が祭りの使いに出発すると言って当て宮に歌を送ったというんですが、この祭りの使いというのはこの獄にありますように、極欄にありますように、11月下の鳥の日にある、鴨の臨時の祭りのお使いということになります。このお使いは、天皇から使わされる勅使ですね。で、この、鴨の臨時の祭りというのは、京都の鴨の分け雷神社、いわゆる上賀茂神社と呼ばれる神社と、それから鴨の三親神社、こちらは下鴨神社と言われる神社、この2つの神社の祭礼のことなんですね。でこの神社のお祭りとしては4月の中の鳥の日に行われる葵祭りが有名なんですけれども、この初夏の葵祭りだけではなくて、冬の11月にも臨時の祭りが行われて、宮中から神社に勅使が派遣された。その勅使に今回は中よりが仰せつかっているということになります。で彼が当て宮に送った歌は袖ひちて久しくなれば冬中に降り出てゆく遠か会うやとというこういった歌でした。袖がひつ、袖七手の筆というのは水に浸かるとか、濡れるという意味です。でこれは、中よりの当て宮を思う涙で恋しく思う涙で、中よりの袖がびっしょりと濡れているんですね。その状態が久しくなっていると、ずっと続いている、だから冬中に降り出てゆくと、冬の、最中であるけれども、このように、お使いとして出発いたしますと。で、最後の部分が、遠か会うやとと、冬でも出発していくのは、ここに何か甲斐があるかららしいんですけれども、実はこの部分が、本文の乱れがあるらしくて、この未章と、なっているんですね。で一説にはこの徒歩か会うやとというところが稽古や会う人という意味なんじゃないかと、これを写し間違えたかどうかしたんじゃないかと考える考え方もあるんですね。でこの本文で取りますと会う日に4月の鴨神社の祭りで葵祭りで葵の葉をかざす、
この葵の縁で4月の葵祭りでは、今日は恋人たちが会うことを神様が許している日だと解釈して、盛んに歌を送り合ったわけですね。なので今回は葵祭りではないけれども、同じ鴨神社の祭りということで、この葵に引っ掛けた文句があって、そして今日出かけていけばもしかしたらアテミアと会うことができるのではないかと思って、真冬だけれども出発いたしますという、そういった歌なのではないかということになります。はい、では続きですね。次は兵衛の助、吉峰の行政です。この人は物に参るとてということで、物に参るは物詣と同じですね。どこかにお参りするということで、その、出かける前に都君と物語などすということで、この都君というのは、大宮が生んだ、正頼の、息子の一人で、アテミアの末の弟ということになります。アテミアとお母さんが同じ、弟なので、家庭教師の先生たちから、アテミアへの、恋文の、仲介役というのを頼まれて、しょっちゅう困っている、あの子供ですね。で、この都君の、家庭教師の一人が、この行政ですので、そして行政は、かなりこの都君に、好かれていまして、行政もまた、都君を、可愛く思っているので、物詣に出かけるにつけても、まずは都君と、お話をするというような、ことになるんでしょうね。でもちろん、出発するにあたってアテミアに、お手紙を届けたいから、都君に、このお手紙を託したいという意図もあるんでしょうけれども、都君が、仲がいいから、お話をいろいろしているということになるんだろうと思います。で物語すは、この場合にはいろいろと、お話をするということになりますね。でこの、どこかに、お参りに行くと、いうことで、都君といろいろとお話をして、そして帰る暁にということで、暁方に、正頼邸から退出するわけですね。でこの時に、お前の池より水鳥の立つを見てということで、都君と話していた、御殿の、前の方の、庭の池から水鳥が飛び立ったわけですね。それでこのような歌を詠んだということになります。で我一人帰れる池のおしどりの誰も連れなく泣きて立つかなという、こういった歌でした。で我一人帰れるというので、私は一人で、この正頼邸から、帰ると。だけれども池にいたこの飛び立った水鳥というのは、この歌によるとおしどりなわけですね。でおしどりよと、だけどおしどりよと、お前は、なれというのは、君とかお前という意味ですね。お前は、連れなくも、泣いて、私は一人なのにお前は仲良く、夫婦で、飛び立って行くのかという、そういった、歌ですね。このおしどり、おしというのは、眼科もかの水鳥なんですけれども、雌雄がいつも離れずにいることから、相思相愛の夫婦、仲の良い夫婦に、例えられる、あのおしどり夫婦のおしということになります。なので、これ夫婦で飛び立っていったとはどこにも書いてないんですけれども、でも当然、庭で、夫婦連れ立って飛び立っていったと。だけれども私は一人で、小然とこのお屋敷から帰りますというような、そういった歌ということになります。この歌は、当然、旧婚歌群の、中に含まれていますので、アテミアに、差し上げた歌ということになりますね。で、次は東映です。東映64日がうちに大作戦と夜昼急ぐと。東映は60日余りのうちに対策をしようということで、夜昼、
頑張っていますと言うんですね。忙しくしているわけですけれども、この対策というのはこちらですね。紀伝堂の最終任官試験である法略試のことをこの対策と言いますし、またその答案のことも対策というように言います。で、この対策試に、法略試に合格すると司祭というものになれるわけですね。で、非常に難しい試験だと言われています。で、この準備をするということで、この試験が64日後にあるというふうに考えられますね。で、それでその準備に勤しんでいるわけです。で、年頃雪を世の光に勤めつれどということで、長年苦学を貧乏学生で苦学をしてきた東栄は、何年もの間雪を夜の明かり代わりにして、勉強に励んできたけれども、今は正頼に見出されましたのでね、この正頼の恩いたわり、いたわりというのは世話とか心遣いということになります。ですから、左大将正頼殿の、お心遣いで、食べ物も山のようにあるし、油というのは、明かりに使う油ですね、これも海のごとたたえなどしてありふるということで、今は勉学するにつけても苦労はなくて、食べ物もたくさんあるし、明かり用の油も大量にあるというんですね。そんなふうにして過ごしているけれども、なおこのことを嘆くという、このことというのはアテミアへの恋に、恋が叶わないことを嘆いているわけですね。ですので、もう、何の嘆きもない状況になったんだけれども、今度はアテミアの恋に、嘆いているということになります。それで、この東栄が雪が降る日に、読んだ歌ということで、心だに赤くなりにし雪降れど恋には惑うものにぞありけるという、このような歌を読んだということになりますね。で、これは、心だに赤くなりにしですから、雪が降ると昔は、心も明るくなったんですね。雪の光で、書物を照らして勉強していたわけですから、書物も照らしてくれたけれども、そうやって一生懸命勉学に励むことで、学問の道で、心が明るくされたと、学問に励んでいるんだということで、心を明るくしてくれた雪が降っていると。けれども今はこの雪は、恋の道には、恋の道は明るく照らしてくれないので、恋には惑うものにぞありけるということで、恋心には私は雪が降っても惑ってしまうばかりのことだという、そういった意味になりますね。もう一回訳し直しますと、昔は学問の助けとなって私の心まで明るくしてくれた雪が降った、けれどもこの雪も恋の道までは明るくしてくれず、やはり迷ってしまうことでしたよという、そういった歌ということになります。はい、なお東栄の歌は、まだ彼はアテミアに手紙を届けてくれる仲介役の人がいませんので、アテミアに送ったのではなくて、アテミアを思って読影歌として読んだものだろうというように思われますね。で、こちらはおしどりの写真ということになります。通常の絵とか写真ですと、こちらの小さい方のね、左側の写真のように連れ添って仲良くつがいで泳いでいる様子というのがよく見られますよね。で、この美しい方、手前の方がオスです。で、美しければ美しいほどメスにとってアピール度が高いらしいですね。水鳥の中でも最も美しい鳥なのではないかというように、おそらく日本においてということなんだろうと思うんですけれども、そのように言われていますね。
で奥の方の、地味な方が、メスということになります。そして、相思相愛を、いかにも表しているような感じで可愛らしいので、大きい方の写真も、撮ってみました。はい、では注釈に入ります。東映の部分です。東映64日がうちに大作戦と夜昼急ぐとある部分についてちょっとお話したいと思います。東映は新千円で尚士を受験しました。式部尚士ですね。でこれに合格しまして神事つまり文上昇になったわけです。でそれだけではなくてその場ですぐに法略の宣示というものが下されて本来ならば文上徳行賞となった人、この文上徳行賞というのは神事の中から特に優秀な人が選ばれてなるもんなんですね。そして本来はこの文上徳行徳号賞が、7年間勉強して初めて、この法略士を受験することができるというふうにされていました。だけれども東映は、その難しい試験を、すぐに受けていいよと、この文上徳行賞じゃないけれども、受けていいよという、天皇の許可が、与えられたということになりますね。それで東映64日がうちに大作戦と夜昼急ぐという部分はこの法略士に向けて東映が試験準備に勤しむ様を語っているということになります。じゃあ一生懸命試験対策でいろいろと過去問とかを頑張って解いているというそういった状況というわけではなくて実は東映がここで励んでいる試験準備というのは対策と呼ばれる法略士の試験答案の作成に励んでいるということになります。で、って問題がわからない、まだ試験じゃないから問題わからないはずなのにもう試験答案を作っているってどういうことなのというように思ってしまいますよね。でも実はですね、久木幸夫さんという方に日本古代学校の研究という日本の古代の日本の教育制度とかそれから大学寮について特に大学寮についてが中心なんですが非常に詳しく研究なさっているご本がありましてこれによりますと10世紀以降の学問界では試験制度の形骸化が生じてしまっていたというんですね。で、法略士というのは元来大変な難関だったと言います。で、欄外にこの中があるわけなんですけれどもどれぐらい難関だったかと言いますと慶運年間700の年から707年、この頃から上平5年935年までに至る約230年間にこの法略士にあたる司祭という試験を受けた合格者はたったの65人だったというんですね。つまり3、4年に1人しか合格者が出ない計算ということになります。それぐらい難しい試験なわけですね。で、そのため試験を受けても多くの落第者が出るのが常だったわけなんですけれども、でも9世紀後半になりますと落第者が訂正を申請してそれが認められて最初の判定が覆されて合格になってしまうという例がたくさん生じてくるようになるんだそうです。ですから落ちちゃったと、いやでもちょっと文句言ってみようということでおかしいと思いますというように訂正を申請するとなるほどってじゃあ合格させてあげようというようなことになってしまうというんですね。でそしてこれがさらに、ひどくなったというか、今度は10世紀の半ば以降になりますと、
あらかじめ受験生に試験問題が、内示される、示されるということになったようなんですね。試験問題があらかじめ分かっているんですから、この頃以降になりますと、不合格者が出ない、そもそも不合格者が出なくなってくるので、判定を覆すようなこともなくなってくるというような形になるようなんですね。例えばなんですけれども、10世紀後半から11世紀にかけて活躍した、大学者に、大江の正平という人がいます。この人は972年にこの対策試を受けているんですが、この受験にあたって試験官である菅原の文時という人から問題を内示されて、事前に答案の論文を作って文時に提出して、文時の批判を求めたということが合談章というこの正平の書いた文献に書かれているんですね。つまり、事前に問題を、いただいているばかりか、自分で答案を作って、添削もしてもらっちゃっているというようなことになりますね。で、これで、だったら合格するかもしれないねということになるんですけれども、これが15世紀ぐらいにもなりますと、もっと、ひどくて、試験官自身が前もって答案を作成して、受験者はただそれを、試験会場で清書するだけというような事態にまでなってしまうんだそうです。これはまさしく形ばかりの試験ということになりますね。その結果、難関だったはずの法略史の落第者というのは全く見られなくなるわけですね。でも、宇津穂物語の成立は10世紀末頃ですので、ここまで15世紀頃のようなひどさはなくて、ちょうど、東映が受けた法略史は正平と同じ頃の、こととなりますので、正平と同じ様式だったというふうに考えて良いのだろうと思われます。ですので、東映も正平と同じように事前に試験問題を示されたので、自分でその答案を作成しているということになるわけですね。その場で試験問題を与えられて、その場で答えるよりははるかに楽ですけれども、それでも自分でやることには変わりがないわけです。で、この法略史という試験では2題の論文が課せられます。で、試験範囲としては哲学、政治、歴史、文学などにわたる広い範囲から出題されて、そして試験問題には数項目の質問事項が含まれたというふうに言われています。つまり2題の論文なんだけれども、この2題の中にも数項目あるということになりますね。で、これに対して、答案は500字からだいたい700字程度の漢文で書かれることが多いらしいんですけれども、現存している、この法略史の、試験の答案が、だいたい500字から700字ぐらいのものが多いらしいんですね。でもこれは、ただ、質問に漢文で答えればいいというだけではなくて、古典に見えるような、古事成語や、宗句家言を引用した四六弁例体の微分で作らなくてはならなかったわけです。ですので内容的に、質問に合っているだけではなくて、文章全体としても、優れた微分でなければならないということになりますので。なりますね。なので東映のような春祭であっても2ヶ月余りでこの試験答案を作成するのは夜昼急がねばならないほどに大変だったということになるんだろうと思います。はい、それでは今日の動画は以上となります。で、今回でようやく吹き上げの下巻が終わりましたので、次回からは菊の縁の巻に入ります。最初は東宮が残菊の縁で正頼に直接宛宮を所望するという場面を読んでいきたいと思います。で、すっかり、街中の色合いというのも少なくなってきましてね、柿の木の、
だいだい色が目立つようになってきましたね。ですので、今回は柿の実の写真を撮ってみました。はい、まあこうやって、季節の変わり目ということで、私も体調をちょっと崩してしまいましたけれども、皆さんもどうぞお体大切にお過ごしください。それではまた。